ピンククリーム69は、ドイツ出身の多国籍ハードロックバンド、キャッチーメロディアスなスタイルで、1990年代、初頭に人気を博した、同国の代表的グループ、ハロウィン在籍のボーカリスト、アンディ・デリスらを輩出している。1987年、アンディ・デリス、アルフレッド・コフラー、デニス・ワード、コスタ・ツ・フィリオの4人により結成。百八十九年、 セルフタイトルのファーストアルバム、ピンククリーム69でデビュー。セカンドアルバム、ワンサイズ、フィッツオールは、ドイツのアルバムチャートで22位。スイスでは21位を記録した。オルタナティブロックの要素を大幅に取り入れた、サードアルバム、ゲームズ・ピープル・プレイは不評で売り上げも伸びず、音楽性にことを唱え、3人と確実状態にあった、アンディが脱退し、マイケル・キスクの後任として、 ハロウィンに加入。バンドは、イギリス人ボーカリストのデイビッド・リードマンを迎えて、活動を続ける。フォースアルバム、チェンジ、フィフス、フード・フォース・ートも、モダン、ヘビネス的な思考の強いアルバムで、日本や欧州では不人気を極め、バンドは半ば忘れ去られた存在となっていた。しかし、通算6作目、エレクトリファイドは、1作目や2作目の頃に回帰したかの、ような、 メロディ重視の明瞭なハードロック路線を追求し、好評を得た。その後は大きく方向性を変えることなく、アルバムを発表し続けている。2003年のツアーでは、ウベライトナウアーが、セカンドギタリストを務め、ウベはその後正式メンバーに昇格して、バンドは5人編成となった。2012年になると、コスタが別バンドである、ユニソニックや、企業経営への集中を理由に脱退。 公認として、バンドのドラムテックを長年務めてきたクリス・シュミットを迎え入れた。2019年11月、デニスが脱退し、マグナムに加入。2020年1月、ウベが脱退を表明。3月に、元アクシスのマルコリートが公認として加入。デニスの公認ベーシストもローマン・ベセートに決定した。二人とも過去にサポートメンバーの経験があったため。 正式加入にスムーズにつながった。デイビッド・リードマン2017年タンクと掛け持ち、サイレント・ホース及びプライマルフィアのアレックス・バイロットのバンド、ブルドゥ・サークルにも2017年まで在籍していた。ありがとうございます。